シータさんいらっしゃい。ご主人。ええ、おりますけど。よろしい。どうぞ。でもちょっと待ちになって。今日はあまり機嫌が良くないんですの。大したことはないですが、おそらく風邪じゃないかと思うんです。ピートさんよ。どうしました？風邪だそうですが、大丈夫ですか？大丈夫、別に心配いらんす。明日は会社に出るよ。はあ、お願いします。実はご報告に上がったんです。会社で何かあったのか。なんだ。今朝あなたの書類を全部整理してきました。だいぶ溜まってたんで。君、私の書類は重要なもんばかりだ。たとえ君でも私の許可なしにいじくり回すことは許さんぞ。どうもすみません。気をつけますよ。これです。あとはあなたのサインだけあればいいんです。サインだけだと？あなた。どうもすみません。お気に障ったようで。余計なことすんな。私の仕事を鍵なんだ、やめろ。私が一日休んだだけでもう早速こんな勝手な真似を始めるなんて、君は一体何様のつもりなんだ。それは誤解です。書類が溜まってたし、お手伝いがしたかったんですよ。やめてくれ。ねえオリバーさん、あんたの書類を見たからって何になるんです？これはあんたのためにしたことです。故意でしたってことは分からないんですか？それは余計なことだ。帰る。ええ、帰りますとも。どうもすみません。失礼しました。やらなければよかったんです。昨夜三丁目で事故がありましたね。あの子は私の息子の友達でした。頭もよく、うちにも来たし、考え方もしっかりした子供でした。それで私もクサクサしていたんで、つい大きな声を出したりして。そうでしたの。私も新聞で見ましたけど、本当に腹が立ちました。いや、ひどいやつですよ。人間じゃありませんね。その後あの子の容態がどうなったかご存知ですの？死にましたよ、1時間前にね。じゃあこれで。